放置型 XP 稼ぎができるMac2000を紹介。今回は放置型の XP 稼ぎです。もらえる XP の量には個人差があるみたいなので、今回の数値以上にもらえることもあるようです。1個目の島コードは、9742-6337-9594 です。ゲームが始まったらまっすぐ進んでクリエイターサポートまで行きます。クリエイターサポートまで来たらこの上にジャンプで登ります。登ったらそのまま前を見ます。そうすると隠しボタンがあるので押します。別部屋に飛ぶと自動で XP が入る仕組みになっています。完全放置なので家事をしたり勉強をしたりできますね。途中で止まったらリスポーンをしてください。さっきと同じ手順で別部屋に飛びます。そうすることで再度同じように完全放置で XP がもらえます。1個目の紹介は以上になります。作業工程が少ないのでおすすめのマックになります。2個目の島コードは4827-3917-7735-18 です。 V は入れなくても勝手に入るので心配しないでください。ゲームが始まったら真ん中にある建物まで移動していきます。飛んできたら中に入ります。目の前に見える箱の上に登ります。登ったら前を向いて隠しボタンを押します。飛んだら目の前にあるボタンを押しに行きます。そうすると元の部屋に戻り XP がもらえるようになります。かなり少ないですが個人差があるみたいです。さらに目の前にあるクリエイターサポートの上に乗りエモートをします。エモートをすると XP が追加でもらえます。完全放置の紹介はここまでになります。ここからはおまけの紹介をしていきます。箱の上に乗って前を向いてさっきの場所に飛びます。飛んだら左側を向いてください。目の前のボタンを押します。ニワトリさんやボットがいる場所に飛ぶのでかわいそうではありますがニワトリさんを撃っていきます。そうすると追加で XP がもらえます。ひたすら撃つ感じになります。今回の紹介は以上になります。これからもおすすめの XP 稼ぎを紹介していくのでチャンネル登録、通知音をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメントお願いします。